はい、黄金世代のことでございます。今日なんですけども、周年の、昨日動画ですね、運営さんの方から、アナウンサーって生放送で概略出てて、それを、トーマさんと、見ていった形だったんですけど、ちょっとねやっぱりこう1日経って夢玉配ってくれたりとか、いろいろ面白そうだなと、最初ちょっと思ってたんですけど、やっぱりどうしてもその6月の内容はいいのかなとちょっと思ったんですが、こちら私の今ツイッターなんですけども、よかったらフォローしてない方というか、大したことやってないですけど見ていただければと思うんですが、今ちょうどアンケートをやっておりまして、それは何かと言いますと、新しいランクマの仕様について質問させてくださいと、やっております。ランクマは現状のままでいいっていうのと、昨日アナウンスあった属性別レギュレーションは良い考えだという、2択なんですけども、大体 78% の方が今のままの方がいいと、これ147人ね、今入れてくれてるんですけど、まだ、37時間くらいありますので、まだ投票してない方はぜひちょっと皆さんどっちがいいかね、ちょっと教えてほしいなと。いろいろ考えてて、今度カップ戦毎週あるんですけど、カップ戦はチームスキルがないということと指定選手になってしまうので、このゲームにおいてガチデッキで戦う機会っていうのはその周に 1.5 回だけなのかっていう。で、属性別で明らかに勝てない属性とかも出てくると思うんですよね。やり方次第だと思うんですけど、あとやっぱりこう戦いのいいところっていうと、いつでも好きな時にランクまで、世界の人と戦えるっていうね、自分の好きなデッキで戦えるっていうのがあるのが縛りがつくので、今まで面白かった部分って、自分的にはランクマとユーザーイベ、ユーザー大会、この2個か、あともちろん連盟の交流というところで、人によっては連盟対抗戦好きだったり、タイマタック好きだったりすると思うんですけど、力属性、勝ったら面白いのかな。でも自分の好きなデッキでやりたいし、やりたい時にやりたいデッキで試合がしたいなっていう風に思った時に、で今回のチームスキルは3属性揃って 26% なんですけど、その3属性揃ってチームスキルを生かす機会が、1週間で 1.5 回、1.5 回っていう風にカウントしていいのか分かんないですけど、7日間あるうちに、4日サイクルなんで、1回1回2回かみたいなところなんで、月、極論でいくと月7回、でもそんなにやらないか。でも夢玉の回収とかはその好きなレギュレーションの時にやれば、でもねやっぱ20%何の人は新しい試みでっていうところで、肯定的に捉えてもいるので、なんとなくここはちょっと個人的には考え直してほしいなとちょっとね思いました。7月なんで、ところこんな感じなんですけど、またちょっと票が改めて最終ね、どうなるか分からないですけど、皆さんどう思っているか、ちょっとぜひアンケートいただければなと思います。ランクマね、ずっと今のままで続いてもマンネリズムなんでっていう風に思う人もいるかなと思うんですけど、そのマンネリコンテンツの中で唯一面白い場所だったので、なんとなくこう昨日いろいろこう玉切ってキャラ揃えて、またデッキやり直しで、またしかも日本版の人だとね、主要キャラというか、翼ヒューが松山とか、普通にねみんなにも使ってるじゃないですか。そこを崩してでもとか、いろいろ考えて、でトーマさんともあんなといろいろ話をして、トーマチェック上、その78がいいのか、75のままで既存キャラがいいのか、そこね結構明日上がるか分からないですけど、土曜日になっちゃうかもしれないですけど、当番のチェック見ながらいろいろ考えていかなきゃいけないなとか思ってたんですけど、それ以上にその7月に待ち受けてる絆のやつもちょっと若干不安で、雛形の待機11人っていうのがいて、そこに対して出るデッキっていうのが今まで以上に固定化するんじゃないかなと。毎月もう要はこの絆11人のスロットで、この要は上乗せバフとガード足しとけばとか、そこ
が、まあ、強いチームみたくなんか固定化になっちゃうんじゃないかなと、そこが差別化になるのかなと。でそれが属性別のゲームがランクマーとかで行われるんで差別化になるのかとかいうふうに考えてた時に、自由度高くなって、最初はすげえ面白そうだと思うけど、よくよく考えると、まあ今ちょっと、ディアスが出たデバフ8、まあこれのデバフ8固めの88キズンデバフチームスキルスロットに、まあその特定バフ系ですよね、特定バフ系を載せたキャラクター、強いキャラ載せてやっていくとか、まあもしくは66%、まあ今66%11人は揃えることできますので、そこにガード入りのキャラクター入れて88以上のデッキ、まあだからガードを素で、まあ、5人5とか持ってるキャラクターと地域バフ系のキャラクターと、まあ、キーパーシューターみたいな感じになってっちゃうと、なんかそういう風な考えしか思いつかなくて、もっとユーティリティとか、自由度とかが広がっていくのかなとか、ちょっとまあ佐野くんっていうか誰だっけ、あの新田くんみたいなワールドユースでみたいな今回のやつ持ってれば、最初からバフ6のガード3入ったりとかっていうね、そういう新しい絆とかも出てくるのかもしれないのかなとか思いながら、まあこれが奇遇に終わればいいんですけど、まあただ今ちょっとアンケート取っているこちらのランクマーのこの7月からの仕様っていうのは、なんとなく多分やらない日も出てくるだろうなとか、せっかくこう毎日インとかが、まあだからカップ戦が毎週あるし、カップ戦その日の日はやればいいとかなのかもしれないですけど、でもそうですね、世界の人とまあいろんなね戦える機会っていうのが気軽にあるっていうのが自分の中ではこうランクマーだったので、まあなんとなくどうかなと思った次第でございます。はい、それでちょっとアンケートを取らせていただいて、みんな今回の件どんな思いなのかなとちょっと思ってるところですね。はい、さあ、ゲームの方ちょっと見ていただくところで、いろいろね周年前の振り返りはしたんですけど、個人的なデッキの振り返りはしたんですが、まあ結局周年どうだったのかというとこちらですね。はい、まずスーパースター1位ということで、6周年までこれ多分翼、自分は意外とだからそんなやってないんですよね。6388試合。はい。そして最大連勝数は、連勝数は19連勝。累計得点は7553点。はい。で、最大得点、これバサドさんですね。なんか多分、なんか切断切れちゃったとかなんかで5連敗した2022年で11点取っててっていうところですかね。で、期間中の平均得点は 1.2、平均失点数は 0.5 というところになっております。最大得点、最大で、取った技はノンストップロベッシアター2270点。すごい、これスバサカップも入ってんのかな、はい、忘れちゃったな。2270点、すごいな。7500点中2270点ノンストップロベッシアーターって、まあ昔の方が多分めちゃめちゃやってますからね。あ、でもこのデッキを見るとランクマというか翼カップね、その込みのデータ、でもここの試合数はおそらくランクマの試合数で、よく使うキャラっていうのはこれ多分オンライン上の時なので翼カップとかも入ってるのかなと思うんですけど、この地頭君が抜けない、そしてノンストップのもう初期系のキャラですね、出して自分が初めて強いキーパーっていうのが多分この若島津くんだったんで、この若島津くんすごい使ってましたね。あ、まあ、ここは本当人それぞれ。さあ、そしてフォーメーションは 3-2-3-2、3-2-4-1、まあ、よく見るやつで、なかなか金フォーメーが最初の頃取れなかったんで、おそらくこちらの銀の 3-2-3-2、でそして 3-1-3-3で、また3-2-3-2、はい、こんな感じですかね。これよく使ってた感じですというところですかね。はい、で、過去の戦績はこれはもう、で前も出したと思うんですけど、まあ、ずっと安定して、やりきったような形です。はい、こんな感じですね。はい、一応6周年まで、まあ、一応毎月、
まあ、4まではやって、まあ、そこからね流して夢玉回収してっていうので100位前後が多かったかな。1回だけね多分1桁やったんですけど、もう二度と大変なんでやらないとちょっと思った感じでございます。はい、まあそんな感じで、まず明日からまずトーマさんにも言ったんですけど、まず皆さんログインをしましょうというところですかね。ログインをしていきましょうというところ、そして、イベントをしっかり消化しましょうというところ。トーマさんイベントとかやらないですからね。これあのいろんなところに保つ夢玉とかいろんなアイテムが取れるようになっているので、あとデイリーで、必殺技スロットメダルかなんかだっけ、ああいうのが取れるようになったりとかしているので、まあ日々、イベントとか、まあ、今までよりもちょっとやること多くなったら忙しくなるのかなと。カップ戦もね毎週あって、まあ、上限数はないもののポイント数に応じてなので、まあ、保つをねマックスその週で取れる分だけ欲しい方とかは、まあ、あのカップ戦やってというので、意外とカップ戦が忙しくなるのかなというような気もしなくもないんですけど、まあ、カップ戦忙しくなる反面、逆にカップ戦縛りがあるからランクマは縛らなくていいんじゃないのっていう風に余計に思ってしまうんですけど、皆さんいかがでしょうかというところでございます。はい、まあね、なんだかんだ、言っても、そうですね、もうあとどのくらい、もうあと、もう明日、ね、周年始まっていきますし、まあ、ちょっと出だしどうするかですよね。まあ、数値に関してはちょっとトーマさんのチェック、この動画のアップの前にトーマさんが新しい、動画のねチェックの仕方というのを、アップロードしておりますので、そちらの内容に関してもうちょっとこの方がいいんじゃないかとか、まあ、今あのまた周年で新しい試みとして、皆さんのご意見聞きながら、修正はかけていけるところは行きたいな、できる範囲でやりたいなと思っておりますので、もうちょっとこうだったらいいなとかあれば、コメント欄の方ですね、コメントいただければと思っております。はい、はい、ちょっとね、時間ができたんで撮影をしているんですけれども、そうなんです、そのランクマ7月からのやつっていうのと、ますますそのガチデッキって、まあ今ねちょっとレオーネさんがインしてないというか、あんまり活動がない状態なので、今後のツイッター杯とかもどうなるか分かんないですし、 VAQ 自体も今そんなにプレイしてるわけではないので、WCIC も今後どうなるか分からないんですけど、まあ、やるとは思うんですけど、ユーザーのイベントの大会とかそういうのもないと、ガチで毎月毎月しっかりトップ環境とかで遊んでいくキャラクターを取る必要があるかって言われると、もうなんかなんとなくそれなりに遊べればいいんじゃないかみたいな形になってきてっていうところなのかなと。ちょっとね、ちょっと7月次第で考え方、向き合い方が変わっちゃいそうだなって正直思いました。はい、そんな感じです。6月の試作は非常にいいなと思いました。はい、まあ、グローバルでこのややこい凸とかいろんなね無駄な育成過程とかを、回収してくれるのをね今から準備しておいてほしいなと思いますけれども、ただこんなに玉配って運営さん売り上げ大丈夫なんかなとか、これどうやって売り上げ上げていくスキームになってるのかなっていうところで、ちょっと思いましたね。はい、どう考えてもでもどうなんだろう、まあでもアンケート取ってもやっぱり今まで通りだったらね、キャラと、ね、ある程度ちゃんと揃えてとかやっておこうと思ったんですけど、7月からああいう状態ならなんとなく、じゃあ本当にその強さとかじゃなくて本当に好きなキャラクターだけやってやれる時だけやっていくっていう風な環境になっていっちゃうと、ゲームから離れる機会も増えるしなとかなんとなくね思っちゃうので、まあ、PVE とかもないですし、カップ戦とかがメインになっていくっていう風になっていくとちょっと心配だなと思って撮影してみました。まあ、ただね、いずれにしても夢玉はいっぱいもらえる周年になっておりますので、皆さんぜひ、しっかり貯めて、お目当てのね、まあ昨日もちょっと確認会というかトーマさんとの話の中で、まず明日のガチャ一発目は 6%、 そして超ドリコリは 10% というね破格の排出率で今回やってくれる待ってますから、ただピックアップの排出率は 0.42 そのままだった時は非常に面白いかなと思います。
はい、まあそんな感じで、ちょっと愚痴ではないですけど、ちょっと思ったことですね、収録してみました。皆さんね、今回このランクマンのこの4月からの回収対応をね、改めてどう思いでいくかなと思って、ちょっと撮ってみたい感じです。というところで、明日いよいよ周年ですね。6年間、もうでも6年間ね、ロンチから頭からやられてる方に関してはもう本当ね、早かったような長かったようなところで、いろんなね、プライベートとかでもいろいろ変化があった中でも残られてる方ですし、皆さんまず無理なくっていうところで、無理なく楽しんでいきましょうというところで、今日もこの辺で終わっていきたいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。またぜひよろしくお願いします。それではまた。